もうお昼か。怖いな、きっと今日も。よう、うのき。昼だぞ。あ、はい、そうですね。やっぱり来た。ち、そうですねってお前、もっと言うことあんだろう。分かってます。焼きそばパンでいいですか？2分ほど待ってください。ちげえわ。え、おにぎりですか？それともパシリから離れろ。ち、違うんですか？じゃあまあここで話しててもしゃあねえか。ああ、屋上までつらかせや。もっと怖いやつだ。うむ、いい天気だな。はい、わざわざ屋上に呼び出しなんて。ドラマルさん、何するつもりなんだろう。ここがお前の墓場だ。実にいい恋人同士の昼飯日和。手作り弁当に屋上。いいぞいいぞ、めちゃくちゃ恋人っぽい。料理なんて初めてしたが、食べてくれっかな。おい、うのき。はい。常日頃からお前には礼をやんなきゃいけねえなと思ってたんだ。お礼参り？弁当の受け渡し、遠慮なんかすんなよ、おら。ごめんなさい、許してくだ。お弁当？お前の分だ、食え。なんだ、なんか不満でも？緊張。いえ、いただきます。うわ、すっげー茶色いな。肉、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 かっこそぼろ、肉。ん？にしても、たかられるならわかるけど、なんで俺にお弁当？あの、ドラマルさん。なんだ、食欲ねえか、それともまずいのか。いえ、その、なんで俺なんかにわざわざ。あ、なんでって、そりゃお前にうまいもん食ってほしくて、お前と一緒に昼飯食いたくて、お前と一緒にずっと。あ、お前にはまだ死なれちゃ困るからな。約二人で末永く幸せになろうな。え、生贄にでもされるの？俺不良って何らかの儀式もするの？どちらにせよこの生活まだ続くのか。どうだ、うまいか？あ、でもこんな風に。はい、誰かにお昼もらったのは初めてです。ありがとうございます。そうか。え、不機嫌。黙ってしまった。どうしよう、俺何か変なこと言った？嬉しいオーラ。何かないか。あ、そうだ、今度は俺がお昼作ってきます。は？お前が？はい、その、嫌じゃなければなんですけど、お返しに、料理はよくするので。料理すんのか、家庭的。っていうか、うのきの手作り。っていうか、また一緒に昼飯。そう、たかられてばっかりでお金なくって、自分で用意するしかなかったから。うのき、昼だぞ。あの、トラマルさん、お弁当を作ってきたんですけど、一緒に作ってた妹の分を間違えて持ってきちゃったみたいで。妹、ファンシー弁当、うっかり。どこまで愛おしいんだ、うのき。番長が美味しくいただきました。